確かに彼がノアに上がって多分戦ったことない選手たくさんいると思うんで、彼らと防衛をしていくっていうのも一つの楽しみになるでしょうし、まあなんなら俺が健太と新日本に乗り込んでもいいし、いろんな夢が膨らむと思うので取っちゃった方がいいかなと思いますよね。